I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Welcome, people. Please like, share, and subscribe, and enjoy the video.
行くぞみんな。おれ。おれ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。ここは逃げるよ。無理しちゃダメだよ。みんな急いで。行くぞみんな。
け。君がいてくれてよかった。
無理しちゃダメだよ。行け。おら。Thank you.
行くぞみんな。行け。行け。みんなよく頑張ったね。Thank you.
買い出しご苦労。君の帰りを待っていたところだ。見ての通り、いら、こんにちは。こんにちは。君は何を言っているの？こちらは依頼人の上城優子。それでは上城優子さん、今回はどのような調査をご依頼ですか？はい、私の父について調べてほしいんです。上城悟さん、上城エンタープライズの前社長ですね。はい。昨年お亡くなりになった。自殺だったと報道されていましたが。違います。違うんです。お父さんは自殺なんかしない。あ、すみません、大きな声を。いえ、構いませんよ。それで、なぜ自殺ではないか、何か確証がおありですか？確証はありません。だからこそ、調査を依頼して。なるほど、ごもっとも。手がかりはおそらく、先日調査していただいた山科誠。彼は昨年まで上城の研究員でした。父の死と時を同じくして退社し、そのまま行方をくらましてしまった。それで山科が父親の死に関係していると考えた。はい、直接関係はないとしても、父の死についてきっと何かを知っていると。うん、我々に山科誠のことを調査させたのは、今回の件を依頼するためですね。あなたは我々を試した。再び依頼に来たということは、無事試験に合格したわけだ。すみません、信用できない人が周囲にたくさんいるような気がして。つまらない小細工を、その、失礼しました。いや、素直に答えていただけたということは、信頼していただいている何よりの証です。あ、お父上の調査、引き受けましょう。ありがとうございます。ちょっとすみません。もしもし、はい、いえ、特に問題は何も、はい、はい、わかりました、すぐに戻りますから、リエさんは本社で待っていてください。すみません、休養ができました。そのようですね。調査は休んじて、我々にお任せを。よろしくお願いします。では。これはかなり大掛かりな調査になりそうだ。本腰を入れて当たらねばな。うまくすれば
上城の過去や内部事情も暴くことができるだろう。又吉刑事にもご足労願うとしようか。では調査を進めよう。私は再度山科誠の情報を洗い、その間君はもう一度山科誠の自宅を訪ねてみてくれ。新しい事実が出てくるかはわからないが、ま、ダメ元だよ。ダメ元。あ、いや、すまない。大したことではないよ、ダメ元。父がよく使っていた言葉でね。ご存知の通り、ダメで元々が略された言葉なのだが、ダメでも、ともと。これを略した場合、ダメ友になるのではと疑問に思っていたものだ。なかなかどうして。粋な、趣のある表現だと思う。そう深く考えるものでもない。それこそ、無粋というものだ。さて、無駄話はこれまで。調査を開始してくれたまえ。